って感じです。面白い。わかりました、うん。ありがとうございます。ああ、そういうことですよね。はい、え？切られちゃうね。だってもう話いいですよ。話すっごい話しましたけどね。1時間ぐらい。ごめんなさい。いいんですいいんです。はい。な感じです。うん。とりあえずお疲れ様でした。よかったです。ありがとうございました、皆さん。はい。とりあえず、被害届は出しに行くということですね。はい。ね、撲滅カード不正利用。はい。カード不正利用撲滅キャンペーン。よろしくお願いします。はい。お願いします。ゆらさん、これからね、ティッシュ配りとかすると思うんで、各、皆さんの街で。いや、ほんまやで、ほんとに。たすきがけして、撲滅って。まあ、被害届でね、なんか面白いことがあったら、また報告してください。そうですね。よろしくお願いします。楽しみです。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ありがとう。あと、私が具合悪い時に毎回高カロリーな食事を運んでくださってありがとうございました。いや、とんでもないですね。僕がね、一、はい、回ちょっとね、悪ふざけしたらね、めっちゃ怒られちゃってね。そうなんです。え、なんかありましたっけ？いや、なんか、はい、あったじゃないですか。ありましたっけ？私が、あんまり痛いとか言わないから。そうでした。なんか、ゆらさんが、毎回ご飯を運んでくださるときにふざけるんですよ、なんかしら。なんか、取らせないとか、なんか、これになんか、何でしたっけ？何かを、あと30個でいいですかとか、ボケるんですよ。で、それをボケられても、私、本当に、その時具合悪くって、めちゃくちゃ関節も指の関節まで一歩一歩痛くて早く横になりたくて、それでわざわざ持ってきていただいてるのはありがたいんですけど、そうボケるからイライラして、ゆらさんはそのしんどいって大騒ぎするからしんどいの私に伝わってるかもしれないですけど、私はそんなにすごいしんどいと大騒ぎしてないから辛くないように見えるのかもしれないけど、私今すっごい具合悪いんですよぶち切れましたね、一回。ピザとかね、唐揚げピザとか運んでてね。そう。せっせと運んで。そう。これ、たったの1ボケがね、もう、タイミングが良くなかったんですよ。そう、最悪に具合悪い時だったんで、ね、すいませんでした。はい。はい、申し訳ない。ありがとうございました。おかげさまで元気になりました、ね。はい、よかったです。ありがとうございます。じゃあ、みんなね、ちゃんとね、わきまえないとあかんぞ。具合悪いときはね、人が具合悪いときは気をつけましょう。あ、よかった。今日みんな元気だったね、いろいろ。それにごめんってなるゆらさんを想像するとも、すみません。いや、それがね、ゆらさんもね、こっちはこんなにやってあげてるのにみたいな気持ちにもなるじゃないですか、さすがに。こう、せっせとポカリとか食べ物運んでんのに、ちょっとボケてそんな怒られたらっていうんで、ゆらさんもちょっと怒って。いや、こっちはね、結構ちゃんとやってあげてるつもりですけどね、バーン。全然、ごめんなさいって感じじゃない。本当に、ゆらさんもちょっとブチ切れで、バーンって出して、後で、LINE で謝るみたい。お互いね。はい。はい、本当にすいませんでした。いや、こちらこそ本当にすみません。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、本当に面白かったです。ね、それでみんなでいつまでも青春やっていきましょう。そう、ね、やっぱ具合悪い時ってね、余裕がないんで気をつけてください。人ってそうだから。いや、ほんまね、本当。僕もね、たまたまね、タイミング悪く、はい、コロナワクチン打ってたんですよ。ああ、なるほど。そうそう。で、どうしてもワクチン打っちゃうと、うん、ちょっと、ね、1日、2日ぐらい、発熱するじゃないですか。はいはいはい。そう。そういうタイミングも重なっちゃったりとかしてね、うんうんうん、そう、お互い、いろいろ大変でしたね。そう、お疲れ様です。ブチ切れでしたね。ね、面白かった。面白かった。今考えると面白かったです。本当に皆様、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、引き続き、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きお楽しみを。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。はい。